皆さんこんにちは、だるま屋6代目です。ウェルカム2020年。ということで、今年はオリンピックイヤーですね。はい。着物の世界も盛り上がっていくといいと思っておりますが、はい、今年もよろしくお願いします。ということで、はい、今年も YouTube は年間50本ぐらいは上げようと思ってますので、50本ってなんで50本なのかというとね、だいたい週に1本ぐらい上げようっていう目標ってだけです。はい。ってことで、今日のお話は前回からの続きで、着物の格と着ていく場所の中で、第一礼装の話しようかなと思っております。はい。第一礼装ってのは、既婚女性は留め袖ね、留め袖の中に、黒留めと色留めっていうのがあって、黒留め袖のことを僕らは江戸妻って呼んだりしますけどね、黒留めと色留め、まとめて留め袖から振り袖と、喪服っていうのがあります。はい。うん。で、留め袖に合わせる帯は、袋帯ですね。はい。礼装用の袋帯で、基本的に門は5つ入るんですけど、黒留めは必ず5つ入れますよね。で、色留めは5つ入れる場合が多いというか、留め袖としてちゃんと着るなら5つ門で、肥沃もつけるんですけど、留め袖をなんて言えばいいのかな、少し格を下げてきたいっていうこともあって、そういう場合は一つ紋で肥沃なしとかね、にされる方もあります。で、着ていく場所としては、結婚式のね、新郎新婦のご両親とか、親族の方とかね、あとは、宮中でね、従訓っていうんですか、する場合に、宮中に入るときは色留め袖が基本です。なので、第一礼装留め袖はそんな感じ。で、次振り袖ね。振り袖も合わせる帯は袋帯です。で、帯の違いちょっと説明しようか。袋帯と一言に言っても、いろんな袋帯、いろんなっていうのは、格の高い帯から格がない低い帯も袋帯の中であるし、若向きから、若向きじゃない帯っていうのもあるんですよ。で、留め袖と、振り袖で合わせる袋帯の違いってどんな感じかっていうと、例えばね、こういう感じの袋帯、これ服部ってところですけど、これはね、留め袖に合わせてもいいわけですよ。格があって、で、おめでたい柄というか、で、じゃあ振り袖に合わせるにはいいのかっていうと、ちょっと地味でしょ。なので、振り袖用に合わせる袋帯っていうと、こんな感じになります。こっちが振り袖用の袋帯ね。何が違うかっていうと、派手さが違う豪華さが違う。振袖って、最も派手な着物ですよね。最もって言ったらあれか、打ち掛け、もっとあるもんね。引き振りとかはね、帯を見せる中で最も豪華かもしれないけど、そいつを除くと最も豪華なんで、最も華やかな帯を締める。で、同じ袋帯だけど、留め袖は、もう少し落ち着いてる色合いとかね、柄の大きさとか、っていう感じ。この差があります。格としては一緒。どっちも格が高い。ですね。で、なので、振り袖は、今言ったような若向きのね、袋帯を締めて、で、門がね、今ほとんどレンタルが8割以上なので、門って入れないじゃないですか、レンタルの場合。そりゃなんだけど、昔はね、うちも何年前ですか、50年前ぐらいはほとんどね、白生地から染めたんです、振袖って。見本があって、ブックのね、本の見本があって、お客様がね、それをこの柄がいいって選んで、白生地余剰も染めたんですよ。で、その時代はね、5つも入れてました。うちにもありますけどね、当時の振袖が。
染め抜きで5つも入れたんですよ。なので、これはね、本当は5つも入れるのが正式だと僕は思います。入れないことが今ほとんどですけど、やっぱりね、5つもか、まあ、3つも入れるっていうのがいいかな。まあ、最低でも1つも入れた方が本当はいいんだよね。で、着ていく場面としては一番多いのは成人式でしょうね。成人式から、まあ、ご自分でもいいし、お友達の結婚式、ご親戚の結婚式とかね、まあ、あとは大学の卒業式とかで振り袖着る場合もありますよね。はい。で、次、喪服。喪服も第一礼装ですね。はい。で、喪服も、喪服は合わせる帯は黒の名古屋って決まってて、で、僕らはね、これを黒友って呼んだりします。黒友。うん。で、門は5つ門入れるのが正式。てかもう5つ門以外ないよね。はい。で、着ていく場所としては、お通夜とか、まあ、告別式。まあ、あとは法事ね。とかに、まあ、喪服着ていきますが、まあ、お通夜とか法事は、巡礼装の、色無地とか江戸小紋に、黒の帯を締めてもいいです。はい。なのですが、まあ、告別式はね、喪服が基本です。に5つも入ってて黒とも締めると。まあ、第一礼装ってこんな感じですか？打ち掛けとか引き振りちょっと覗いてね。うん、なので、まあ、今日のお話は第一礼装3種類と、まあ、帯の違いをね、ざっと説明しました。まあ、袋帯の中にも格とか、年代っていうの、若向きかそうじゃないかとかっていうのもあるんですよっていうお話ね。はい。です。ということで今日はこんな感じで終えますが、次回は巡礼装の話します。ということでありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。チャンネル登録してね。バイバーイ。